まんちゃんのサバイバルスペイン語講座始まるよ。こんにちは、まりちゃんです。こちらスペインはマナガからお送りするサバイバルスペイン語講座、今日もどうぞよろしくお願いいたします。今日のテーマは言い訳ということでございますよ。こちらまりちゃんのサバイバルスペイン語講座では、私のスペインでの日々の生活をもとに、楽しくレアなスペイン情報と簡単で必ず通じるスペイン語をあなたにどんどんお届けしておりますよ。ぜひですね、チャンネル登録をプチーとしていただいて、私と一緒に、ね、楽しくお勉強していただけると嬉しいですということでございましょうか。今日のテーマはね、言い訳をしようということでございますよ。で、言い訳というのはね、ちょっとこれ発音難しいんですけど、エスクーサというふうに言います。これね、エキスがね、2番目に入りますんでね、エクスクーサという風になりますね。で、こちらね、X のね、発音のお勉強のね、動画ありますんでね、こちらの方もぜひぜひね、後で見てみてくださいね、ということでございましょうか。で、なんでね、スペインでは言い訳が大事なの、ということでございますけどね、皆さんの中にもね、もしかして今までね、スペインの方とちょっと触れ合ったりして、ね、なんか約束したのにもう全然もうなんか約束守られないし、時間には遅れてくるし、なんかルーズだな。ね、仕事を頼んでも期日には間に合わないし、ね、遅れても当たり前、間違ってても当たり前みたいな顔してるわなんてね、思った方がいらっしゃるかもしれませんね。スペインではね、日本ではあんまり考えられませんけどね、謝るなというね、教育方針みたいなのがありますよね。謝ると、自分が謝ってしまうと自分の非を認めてしまうことになるね。で、だからいらぬ厄介まで自分の身に起こるんじゃないかということで、そんなに謝るなというふうにね、教えられているんじゃないかなと私は思っておりました。現地のね、スペインの方にね、言われたことがあります。そんな適当に謝っちゃいけないんだよというふうにね、スペイン人にね、言われたことがありますよ。ね。だから謝る前にね、自分が本当にね、悪ければね、謝りますけど、もちろん。と、自分のせいじゃなくてね、ちょっと遅れちゃったりとかね、どうしても仕方がないような理由がある場合というのは、謝る前にまず言い訳をするというのが、こちらの習わしというふうになっております。まあ、これをね、ちょっと皆さんもね、スペイン語を喋るきっかけということで、ね、言い訳をするということで、この間の独り言みたいな感じですよね。要は、スペイン語を喋るきっかけにしてみてはいかがでしょうかということでございますね。で、どういう時にね、するのということでございます。まあ、これはまあ自分がね、自分の非をそのまま認めるのではなくて、自分の身を守るために言い訳をしていくということでございますよ。まあ、例えばね、何かクラスとかね、お仕事にちょっと遅れそうになった時とか、頼まれていたことをね、頼まれていたことをうっかり忘れてしまったような時、あとね、なんか嫌なことをね、頼まれそうになった時、あとはやらなきゃいけないんだけどどうしてもできない時にあります。そういう時ありますよね。そういう時に言い訳をしていこうということでございますよね。まあ、私もね、こちらに来た当時ね、語学学校に通うわけなんですけどね、まあ日本で働いてから来たわけなんですけど、まあ、ちょっともう半分ね、バカンス気分ですよね。バカンス気分なんで、朝9時ね、毎日ね、授業が始まるわけなんですけど、なかなか9時にね、間に合わなかったことがありますね。そういう時にね、語学学校の先生がね、どうしたのというふうに聞くわけです。どうしたのってね。で、これは別に私が遅れていったことをね、責めているわけではなくって、ね、この先生としてはですよ、その言い訳をね、言うということを考えて、スペイン語にして喋るというお勉強のきっかけにしてくれていたということでございますよ。ということで、私もね、毎日一生懸命言い訳を考えながらね、投稿していたということでございますよ。で、その当時にね、言った覚えのあるんで、ちょっと言い訳を2つほどね、書き出してみましたね。ちょっと読んでみましょう ね。何言ってたんだか、私がね、こんなことですよね。 No way hace viento muy fuerte hoyEncima no sé por qué, solo a mí ha venido viento, por eso no he llegado bien. ということでございます。これはね、何を言ったかというと、ノーウェア。ノーウェアというのはね、もうすごいんだから、みたいな感じでしょうか。ね、うわーとかね、ちょっとこう、なんでしょう、言葉を、会話をね、始めるような時にも よく使う言葉になりますよ。ノーウェアね。ノーウェアって感じで。Hace viento.Muy fuerte. 今日はすんごい風が吹いている。ね。Encima. その上。ね。No sé por qué.
ノーセーブ OK。なんでかわかんないんだけど、ソロアミ、私のところにだけね、アベニドウィーンと、私のところだけこうやって風が、こう向かい風が吹いているということでございますね。で、ポルエソのエジェガードビエンということで、なので、ちょっと遅れてきましたというふうに言い訳をしましたよ、先生。それは大変だったわね、というふうに言ってくれたということでございましょうか。ね。で、その次の日はね、こういうふうに言い訳をいたしましたよ。ね。ジョ・カダディア・コンプロ・エル・ペリオディコ・パラミ・エストゥディオ・デ・スパニョル。ペロ・サーベス・ホイ・エネル・キオスコ・ア・アビド・ウナ・コラ・ムーイ・ラルガ・デ・エストゥディアンテ・デ・インスティトゥート。ジョス・エスタワン・コンプランド・チューチェ。ね。カシ・メディア・オラ・エスタワ・エスペランド。ね。というふうに私は言いました。ね。これは何を言ったかというと、ね。私は毎朝ね、自分のスペイン語のお勉強のために新聞を買っています。と言っておりますよ。ね。まあ、本当に買ってました。毎日じゃなかったにしてもね、週末ぐらいはちょっと新聞を買ってね、ちょっと読むようにはしておりました。今してないんですけどね。でね。で、ペロ、サベス。でも知ってるって感じで、オイエヌルキオスコ。キオスコっていうのはね、売店ですよ。新聞とか売ってる売店なんですけど、そこに、アビアコラモイラルがね、ものすごい長い行列があって、誰が並んでたかというと、ロスエストディアンテレインスティトゥート、ね、その辺の中学校のね、子供たちが並んでね、おやつを買っていた、というふうに言い訳をいたしました。おやつはチューチェというふうに言いましたけどね、チューチェをね、買ってるのを待ってたらね、エースペラードカシメディアオラね、カシメディアオラということで、半時間ぐらい、30分ぐらい待ってたのよ、というふうに言ってる、ということでございますよ。でね、これ先ほどのね、風の言い訳もそうですけど、こちらの新聞の言い訳もね、できればね、風が吹いていた場合は、髪の毛が、もうくんぬんぬっちゃって、くんぬんぬっちゃった状態を演出して言い訳をするね。で、この新聞の場合は、まずこうやって新聞を先生に見えるようにね、こうやって抱えながら言い訳をする。ね、こちらがコツでございます。ね、何らかの証拠になるようなものをですね、ちょっと写真を撮ったりとかね、しながらね、言い訳をしていこうということでございますよ。あとね、先生とかね、その言っている人がね、相槌も打てないぐらいの勢いで言いましょう。ね、で先生が、ああ、分かった。分かったからもういいからね、座って、というふうにね、言うぐらいの勢いで言い訳を言いましょう。ということでございます。今日の提案、こちらになりますね。で、これ皆さんね、ちょっと、もしかしたらね、うすうすお気づきかもしれませんけど、これ私のね、ちょっと、まるちゃんのサバイバルスペイン語講座のね、動画のね、アップ具合がね、ちょっと遅れております。その言い訳をまるちゃん実はしたいんじゃないの、というふうにね、もしかして勘のいい方は思ってらっしゃるかもしれませんね。その通りということでございます。ちょっとね、正直申し上げまして、ちょっと立て込んでおりまして、今ね。で、そちらをちょっと言い訳してみようかな、ということでございますよ。ね、これも皆さんのね、日々の言い訳に役立てていただければと思いますね。まず一つ目ね。私の言い訳ね。ミラ。トーどしてセオジャ天国エピカオイ。おい、アイ、セイスキロス。わぁ、ノベア。セイスキロスでセオジャス。ノベア。ミラミラ。ミラミラエッソ。トードトド天国エピカロイ。セイスキロでセボージャス。オフ、オハラ、テルミネ、シンジョラル、メストロペア、マキジャヘ、ということでございますよ。これね、何を言ったかというと、ね、見て見てってね、この全部のね、玉ねぎを今日みじん切りにしなきゃいけないの。6キロあるのよ、ということでございますよ。ね。で、これ、オハラ、オハラってね、これ願望を伝えるね、これは接続法で、またちょっとね、次の機会にでもご説明したいと思ってるね、接続法の使い方でございますけど、こちら、オハラというね、言葉を使いまして、オハラ、テルミネシンジョラ。で、これはテルミネね、その玉ねぎをみじん切りにするのがね、泣かないで済みますようにということでしょうかね。これなぜならば、お化粧が崩れてしまうといけないからということでございましょうね。メストロペンマキジャヘというふうに、ということでございますけどね。これ一つ目の言い訳ね。これね、本当にちょっと玉ねぎ切らなきゃいけないね。理由がございましてね。玉ねぎを切っているということでございますよ。次にね、アスビスト、ラオブラデベシーノ。Que no vea hace ruido muy fuerte
no puedo grabar mi video porque no escucho nada de mi voz. Yo intenté varias veces grabar.というふうに言ってるね。これ何言ってるかというと、ちょっとご近所さんね、これ本当にそうなんですけどね、目の前のお家がね、ちょっと今工事をしておりましてね、まあ、朝の8時から、まあ、夜の8時ぐらいまでずっとね、騒音が、ね、もう鳴りっぱなしだということでね、ちょっと動画をね、何度撮ってもね、ボツにしなきゃいけないというね、理由がございますよ。これも本当なんです。本当。これね、Hemos comprado varios muebles de IKEA.Teníamos que montarlo, ¿no? Limpiar la casa, trasladar los libros y discos, ¿no? Tenía mucho trabajo, no me daba tiempo. ということでございましょうかね。これは、IKEA で家具を買ってね、それを組み立てなければいけなかった。で、掃除もして、本や CD とかね、全部ね、ちょっとね、運ばなきゃいけなかった。もう大変だったの、もう時間なくて、というふうに言い訳をいたしましたよ、ね。これも本当ということでございますね。Eso es cocina de mi casa, comedor de mi casa. Esto es salón de mi casa.次ね、aquí tengo una invitada para recogerla, preparar la comida, llevarla a algún sitio. No me da tiempo. というふうに言っております。これはね、今ちょっとね、お家に、ちょっとお泊りなさってる方がね、いらっしゃって、その方をちょっと迎えに行ったりとか、ね、お料理をね、ちょっとお食事を用意したり、ね、どっかにお連れしたりするのでね、ちょっと忙しくて時間がなかったの、というふうに言っている、ということでございますね。これ、あともう一つね、もういっぱい言い訳ができますからね。次ね、tenía que hacer mucho papeleo estos días. Bueno, ya se acabará.Quizás tenga más tiempo en febrero. というふうに言いました。これね、tenía que hacer mucho papeleo. Papeleo っていうところの書類とかね、いろんなところにちょっとね、書類をね、出すね、必要が最近ありましてね。で、それをやっておりました。で、そういういろんな手続きとかをね、やらなきゃいけなくて、それをやっておりました。ね。それでもうね、終わるんじゃないかなって、bueno, ya se acabará. ね。もう終わります。もう終わるかなということで、quizás、ね、これもまた後ろ、ちょっとね、これ数分っていう方を使いますよ。quizás tenga más tiempo en febrero。ね。2月にはもっと時間があると思います。というふうに言い訳をしている。ということでございましょうかね。こんな感じで、もうどんどんね、まあ、じゃあ言い訳をしているわけなんですけども、すべて本当のことですからね。まあ、言い訳というかね、まあ、事情説明というふうに言った方がいいでしょうか。あと、ま、これちょっと皆さんが使えそうなね、言い訳をいくつか考えてみましたので、ちょっと参考にしてみてくださいね。Ha ocurrido un accidente en la carretera esta mañana. Sí, sí, esa curva peligrosa. ね。Siempre igual. ¿A que sí? ね、これはね、ちょっとここで切りますけど、今日、カルテラ、高速道路で事故があったのは、いつものあの、ね、危険なカーブのとこ、いつもそうよね、というふうに言っておりますよね。Lo sabes, ha ocurrido un accidente en la carretera esta mañana. Sí, sí, esa curva peligrosa. Siempre digo, ¿a que sí?というふうに言いました。これ、もう一息に言ってください。できれば一息に言うぐらいの勢いでいきましょう。ね。pero hoy vamos。pero hoy vamos。これは。でも今日はね、すごいの。ということでございますね。nunca he visto así. En, al mar han caído todas verduras. ね。海側に、これ海沿いにあるカーブなんでね。そこで、カミオンがね、転がってるわけですよね。フルボネタっていうから。野菜を運んでるね、トラックがひっくり返っておりました。ね。そうすることによりますと、ね。そうすると、ね。もう全部の、それに乗ってた全部のね、野菜が海に転がっていっちゃったのよ。ということで、ね。Miles de coles, lechugas, plátanos, hasta nadando los cocos. ね、これは。
ね、これはココね、ミレスでレチュー、ミレスでコレスね、キャベツとか、レチューはレタスとか、プラッタのこれバナナとか、あとね、こうもう海にそのココ、ココナッツが浮いてるのよ、ね、泳いでるわ、ということでございましたね。これ、こういう言い訳もできるということでございますよ。ね、次にね、もう一つね、es increíble, es increíble, escúchame.ね、テスプリコケアパサードしたマニアナ、ね、ジョイバーサリーでパーキングミエディフィシオエスタバアパルカードウンコーチェでパコ、ね、パコの車がね、止まってて、ね、その車が、どこに止まってたかというと、ねね、エントラーダでパーキング、エントラーダでパーキング、パーキングの入り口に駐車していたということでございます。でジョイタワピタンのピピ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 ピ、ね、ディスミヌトピタンのね、ジャマンドパーク、ね、イシマ、ミラ、ベシナでアリバ、メチジャ、メジョラ、デハレピタ、ね、セヨラ、デハレピタ、ジョノテニアクルパ、ね、パーコテニアクルパ、ということでね、そういうふうに言い訳をしているということでございますよ。あともう一つね、ちょっと、体の具合が悪い時とかもね、言い訳になりますね。ね、ミラ、エスタマニアナ、ノセポケ。Tenía dolor de garganta por aquí. ¿Eh? Tenía que pasar al médico esta mañana, por eso llegó tarde.というふうにね、言いましたよ。こんな感じで今日ちょっと言い訳をね、してみましたけどね、いかがだったでしょうかね。これ私も最初本当はね、言い訳ばっかりして、どうしたのこの国の人たちと思ったものでございますよ。ただでも本当にね、なんか周りの人、スペイン人ね、謝りませんからね。自分だけ謝ってると、自分にどんどんね、なんかもう関係のないところね、こう火が飛んでくるというようなこともございますから、皆さん本当に気をつけていただいてね、できるだけね、一生懸命言い訳をしてください。謝る前に言い訳をしてください、ね、日本人としてそんなことできませんわとね、思わないで、こちらにもしいらっしゃったらね、言い訳をする練習をまずしてくださいということでございましたよ。今日こんな感じでね、エスクーサ、エスクーサ、これ発音難しいからね、エスクーサでこちらのお勉強をしてみましたけど、いかがだったでしょうか。また次回もサバイバルで楽しく勉強してまいりましょう。今回もご視聴大変ありがとうございました。チャンネル登録、高評価ボタン、コメントとブログ登録で、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまたこちらマラガでお会いいたしましょう。さよなら、アディオス、アスタルゴー。